IPU ゴールキーパーチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。サッカー部、学生トレーナーフィジカル部門の早川大輝です。今日は、フォワードランジと片足ジャンプ、それの重要性について話していきたいと思います。それでは行きましょう。まずはフォワードランジをやっていこうと思います。目的が、1対1でこう出ていった時にすぐ止まれるような筋力の向上と、体幹の安定という目的に絞っていきたいと思います。まず、胸を張って腹筋に力を入れます。これが、体幹の安定です。そして片足ジャンプです。目的は、コーナーなどの競り合いで勝てるようなジャンプ力の向上というのを目的にやっていきたいと思います。まず片足ジャンプは、こういうものです。で、まず膝が内に入りすぎないように、怪我の原因にもなるので今のうちに癖をなくしておきましょう。次にジャンプするときに背中が曲がっていると力が入らずにうまく飛べません。なのでしっかりと背中を一直線にして飛びましょう。最後に体全体を使ってジャンプすることと、伸びきるっていう意味ではこういう手を入れてもいいかもしれません。以上です。最後に、2つのトレーニングの重要性について話していきたいと思います。2つのトレーニングで、一貫してあったものが、体幹の安定っていうのがあったと思うんですけど、フォワードランジでいうと、お腹にしっかり力を入れるっていうのと、ジャンプでいうと力が伝わるように背中を一直線にするっていうのがあったと思うんですけど、それは、プレーに例えてみると、キーパーであればキックの時に背中を曲げている人はいません。大体伸ばしていると思う。伸ばしていないと力が伝わらないっていうのは、自分で蹴っていて分かると思います。あと、こう出た時のこういうシュートブロックの時に体幹がぶれているとどのような、ボールにも反応できないと思います。そういう点で体幹の安定っていうのを、意識してほしいなと思いました。以上です。IPU ゴールキーパーチャンネルよろしくお願いします。以上です。IPU ゴールキーパープロジェクトをご覧の皆さん、こんにちは。関西平大学学生トレーナーの畑原です。本日自宅でできるエクササイズを紹介したいと思います。ブリッジのエクササイズなんですけども、急に、すぐにブリッジをしてしまうと腰や肩に負担がかかってしまうので、段階を踏んでブリッジのエクササイズをしていただきたいなと思います。ブリッジなんですけども、肩の柔軟性と腰の柔軟性っていうのがとても重要になってきます。そして最終体型のブリッジで、と言いますと、両手両足この4点で体を支えることによって自分の中心っていうのが、はっきり分かるようになるかなと思います。自分の中心が分かればですね、セービングをする時であったり全ての動作においても自分の中心からスタートするようなイメージでやっていただくとスムーズな動きになるかなと思います。最終的にブリッジに入る前に3ステップ踏んでもらおうと思います。まずはじめにショートブリッジをやっていただきます。このような体勢になっていただいて、お尻を上げていただいて腰を反る感じで腰のアーチを作るようにしてください。手の位置はどこでもいいのでお好きなところで行ってください。30秒間キープしてください。このショートブリッジの30秒が終わったらですね、次はストレートブリッジに入ります。長座の姿勢になっていただいて手を後ろの方についていただいて、このままお尻を上げて、直線。この時に、
肩周りの可動域を出すようなイメージを行ってください。また、骨盤がこう内に入るような状況であればいいかなと思います。最後ヘッドブリッジの説明をします。頭と両足両手で、支えてください。体を、そして足をどんどん頭に持ってきてもらってアーチを作っていくようにしてください。この時なんですけども、ヘッドブリッジの際、頭だけで支えてしまいますと、首に大きな負担がかかるのでやめてください。次に最後普通のブリッジの説明をします。この時にですね、手がしっかり伸びきった状態で行ってください。これで足を近づけてアーチを作っていくような感じにしてください。もし最後のブリッジができてからですね、次エクササイズがまだあるので、それの中の一つを紹介したいと思います。先ほどのようにブリッジを作っていただいて、それで手を離して手を戻す、手を離して戻す、そして足を上げて戻す、足を上げて戻す。この4項目が1周としてですね、それで4周していただければいいかなと思います。今日はこれでエクササイズの紹介を終わります。